開館5周年になります今回の展覧会は、まあ、近年その実在をめぐって議論されてます聖徳太子という人がどのように描かれたか、その点をめぐって展覧会を開催いたします。開館5周年ということもありまして、今回は4点の国宝と8点の重要文化財を含む約50点の重要な作品を展示いたしました。まずは最初のコーナー、馬宿の巫女とその時代。こちらでは史実としての太子というものを示す資料をいくつかと、三行儀章といわれる、まあ、太子の戦術した仏典について展示をいたしております。で、特に正面には南無仏太子像ということで、聖徳太子展の、まあ、入り口にふさわしい展覧になっているかと思います。第2コーナーの、聖徳太子の誕生というところでは、まあ、太子伝の集大成とされる聖徳太子伝略に至るさまざまな太子伝を紹介しております。こちらには国宝3点を展示いたしております。まず最初に日本書紀、これは推古天皇壇、京都の国立博物館像。2点目は聖徳太子の伝記としては現存最古のものですね、上宮聖徳法皇帝説、知恩院像。3番目は日本領域の官像、興福寺像のものです。それ以外、太子伝にまつわる重要文化財を含む多くの作品が展示されております。第3コーナーの聖徳太子伝の諸叢では、先ほどの太子伝略の注釈書でありますとか、あるいは伝略から派生した太子伝などを展刊しております。鎌倉の多くの祖師が聖徳太子を参合いたしますが、中でも本学と関係の深い親鸞も非常に熱い太子信仰を持った方でありました。ちょうどこちらは親鸞自筆の太子を参合する和讃になっております。第4コーナーの描かれた聖徳太子では、先ほどの太子伝略というものが元になりまして、絵画であるとか彫刻であるとか造形化をされてまいります。特にこのコーナーでは絵画化をされた太子伝を中心に展覧しております。こちらは大阪の四天王寺所蔵の太子伝になります。この二幅の太子伝は掛幅形式の重要文化財に指定されているものでありますし、隣のものはこれはもともと江戸にあった板絵の太子伝、これも重要文化財に指定されております。こちらは八幅の太子伝、聖徳太子の五廟のあります大阪の永福寺の所蔵のものになります。非常に精悍な太子伝になっているかと思います。最後は聖徳太子の摂政像、奈良県の王寺町にありますダルマ寺像のものであります。これも重要文化財に指定されております。先頭にある南無仏と対して、最終的にこの摂政像という形で、構成をさせてもらっております。まあ、多くの先ほども申しましたが重要文化財国宝を展示しておりますので、ぜひともご来館いただければと思います。